テールズオブシリーズ・テールズオブイノセンステールズオブイノセンスは、バンダイナムコゲームスから2007年12月6日に発売された、ニンテンドー DS 用 RPG。テールズオブシリーズの一つで、ジャンル名は、思いをつなぐ RPG。2012年1月26日には、プレイステーションビータ用、テールズオブイノセンス R が発売された。 テールズシリーズでは初めてセロ・ B となった。前世の記憶に目覚め、異能の力を行使できるようになった主人公たちと世界を作り変える力、創生力の悪用を企む者たちの戦いを描いている。戦闘システムは、テールズ・オブ・ジ・アビスの 3D 空間での戦闘に、PS2 版、テールズ・オブ・デスティニーの空中戦闘を組み合わせたもの。かつて世界には、 神が暮らしていた。神は、天術と呼ばれる奇跡の力を行使することができた。しかし、神の中には力を悪用し、世界を乱す者がいた。そのため世界を天井と地上に分かち、罪を犯した神から、天術の力を奪い、地上へ閉じ込めた。地上へと落とされ、力を奪われた神は、人間となった。人間は天井へと食材と祈りを捧げ、 天井は、免罪の意として、アマネージュの力を、人間たちへと返した。これが二つの世界の均衡となり、保たれていた。しかし、いつしか人間たちは自分たちが神であることを忘れ、天井への祈りが失われていった。これは後に、無恵みと呼ばれ、地上と天井との均衡が崩れ、世界が狂い始める原因となった。天井では、 天上界を維持するため人間の祈りの代わりに人間の魂そのものを無理やり刈り取るという方法が考えられた。これを強行したのがラティオと呼ばれる国である。死神と呼ばれるカミラが地上へと赴き人間たちの魂を次々と刈り取っていった。これにより天上は何とか維持できる状態まで持ちこたえていた。しかし、 センサスの国がこのやり方に反対を唱えた。彼らは天井と地上が分かれていることが原因と考え、二つの世界を一つに戻すことがまさしき道だと主張した。二つの国は違う主張を唱え、そして戦争になった。長きにわたる戦争の末、センサスの名称アスラはラティを打ち破り天井界の統一を果たした。彼の願いである天地融合。 この願いはついに叶えられようとしていた。世界は騒乱の真っただ中にあった。王トレグヌムと西の国ガラムとの間では戦争が勃発し、戦争により大地は荒れ果て、戦争孤児や食料不足などが深刻化していた。そんな中、世界に異能者と呼ばれる超人的な力を持つ者が現れ始めた。その力は、 強大すぎるため忌むべきものとし、王とレグヌムでは、異能者捕獲適応法と呼ばれる法案が施行された。この法律により、レグヌムを中心に、異能者狩りが始まった。この事態に、アルカ教団という組織が立ち上がる。アルカ教団は、異能者らを保護する団体を名乗り、世界各地で信者を獲得していった。異能者の存在により、さらに混乱する世界。 そして、昇華の一人息子、ルカ・ミルダは、自らの中の異能の力を呼び覚ましてしまう。この項目では、DS 版に採用された新システムについて説明する。シリーズの基本システムについては、当該項目を PS ビータ版のシステムについては、Tales of Innocence R を参照のこと。本作の戦闘システムは、DSLMBS。これは、 テールズオブジアビスの FRLMBS に PS2 版テールズオブデスティニーの ARLMBS と融合したもの。さらにテールズオブレジェンディアのパッシングスルーも採用されている。3D 化され操作キャラクターを自由に動かせるフリーランにより従来の地上での戦闘、さらに空中での攻防戦も可能な新システムとなっている。また、 従来のシリーズの 3D 作品の問題点だった。攻撃していると自分と相手の軸がずれていって、攻撃が当たらなくなるという点が本作で解決された。テールズ・オブ・ザ・ワールド・レディアント・マイソロジー同様、アイテムを使う際攻撃を受けると、アイテム使用を阻止され、使った後の待ち時間がない。他の作品とは違い。 モンスターを倒したら、落としたガルドとアイテムを自分で拾わなくてはならない。これらは、ドロップ後一定時間が経過すると消えてしまうため、戦闘中はそちらにも気を配る必要がある。プレイ中に行ける、施設の一つで、自由にクエストが受けられる。クエストのダンジョンは入るたびにマップが変わる。不思議のダンジョンなどでも使われている、ローグライクゲーム形式。 選べるクエストはレベルによって制限があり、最初は低ランクしか受注できないが、こなしていけば高ランクのクエストも受注できる。クエストをクリアすると成功報酬もあり、報酬にはガルド、グレード、ギルドポイントがある。また、ラスボスよりも、はるかに強いボスが眠る、立ち入り禁止区域と呼ばれる、隠しダンジョンが存在する。 テールズオブシンフォニアの好感度に近いシステム。プレイ中の選択肢によって、キャラクター同士の絆値と呼ばれるポイントを得ることができ、それによって、キャラクター同士の親密度が上昇する。なお、絆値は戦闘中に支援行動をすることでも得ることができる。絆値を得ることで、各キャラクターに関するサブイベントなどが発生する。 創世神である原始の巨人の死によって神々と大地は誕生した。しかし悪しき神も増えていき世界は荒れていた。そこで原始の巨人が残した創世力を使い天井の一部を切り離して地上を作り、悪しき神々を地上に閉じ込めた。この計画の賛成派がラティオ、反対派がセンサスとなり、天上界は二つの国に分かれることになる。 しかし天井を支える重要なシステムのほとんどが地上に持っていかれてしまい、天井界は均衡を崩すことになってしまう。そこで地上人からの信仰心を集めることで天井界を維持していたが、時が経つにつれその信仰心は次第に薄れていき、ラティオの死神という役職の者たちが地上人の魂を刈り取ることで過労じて維持してきた。 センサスの将軍アスラはこの状況を変えるため、天地を一つにするために、天上界を統一して、ケルベロスから創生力を譲り受ける。しかしアスラが創生力を使おうとした時に、イナンナに裏切られ、アスラは彼女を道連れにして死ぬ。これにより、使用者の最も愛する者を殺すという創生力の、発動条件をアスラとイナンナの二人が、同時に満たしてしまい。 創生力は不安定な状態で発動したことで結果として天上界を崩壊させてしまう。この崩壊によりブリトラとタナトスを除く神々は皆死んでしまった。教団の始まりは天上界から追放された神々たちが天へ帰ることを望んで巨大な塔を築き上げようとしたことから始まった。塔は落雷によって崩壊し、それを 神の怒りと恐れた人たちは、神に許しを請う、という考えに行き着き、教団を設立した。当時建設されていた塔は、霊明の塔と名付けられ、教団の本拠地となっている。DS 版では、無恵みで権威を失った、元来の教団とは別に、マティウスがスウミツインや、レグヌム軍の支援で新たな宗教団体、アルカ教団を設立したことになっているが、 P.S. ビータ版では、アルカ教団は登場せず、マティウスが数密院の推薦で、元来の教団の大主典に就任したことになっている。レグヌム軍と深く、つながりを持ち、軍に囚われた転生者を信者として引き渡されている。しかし、ストーリー終盤にて、教団とレグヌム軍が敵対してからは、今度は自分たちが、軍によって連行されるという末路を迎えた。 開発は本作が初めての d s 用ゲームとなるアルファシステム。アルファシステムは本作に先行して大立隆がプロデューサーを務めるテールズ・オブ・ザ・ワールド・レディアント・マイソロジーを開発していた。その頃大観がもう一本 RPG を手掛けることとなり、それをアルファシステムに脱進したところリソース的に問題ないと判断され本作の企画がスタートした。 写真があったのは2006年3月か4月頃で、正式にアルファシステムに開発を頼むこととなったのが5月。そこから企画の準備やスタッフの動員が行われ、2006年末から2007年頭あたりで本格的に開発が始まった。キャラクターデザインは井の又睦美が担当。スケジュールの関係で担当が難しい可能性もあったが、井の又が ルカ役の木村秋子のファンだったことから二つ返事で了承された。オープニングテーマはコキアのフォローザ・ナイチンゲール。コキアの起用は本作のディレクターである稲垣武俊がコキアのファンだったことによる。オープニングテーマの制作には本作に関する大量の資料を使用しながらの打ち合わせが行われた。エンディングテーマも同じくコキアの セイグッドバイアンドグッデーだが、当初はエンディングテーマを入れる予定はなく容量の問題からも収録は無理とされていた。しかし稲垣が音声ミドルウェア、救い聖主の存在を知ったことで容量が確保され、エンディングテーマやそれ以外の多数の音声も収録された。BGM は中村和弘が担当。他のシリーズ作品で BGM を担当している。 桜葉光とは異なる、エスニック系の方向で制作を行っている。通常戦闘曲は、中村なりの解釈で作ったところ、そうじゃないと言われたため、過去作の通常戦闘曲を参考に制作しており、中村自身の芸風とは異なった曲となっている。ボイスアドベンチャー DVD。DVD には、ボイスアドベンチャー、レアバードアドベンチャー、 テールズ・ユニバース・機キ・一発と高解像度フルアニメーション・ OP ムービー、ボイス・アドベンチャー出演声優インタビュー、テールズ・オブ・シンフォニア・ラタトスクの、キシマイナスの、プロモーション・ムービーを収録。また、DVD には、トレーディングカードゲーム、テールズ・オブ・マイ・シャッフルの、限定カードが封入されている。2012年1月26日発売。 テールズオブイノセンスのリイマジネーション作品である。略称は当タイトルの RR は再構築の頭文字。ストーリーは DS 版から再構築され、フルボイス化やパーティーキャラクターのコンウェイト、キ器キやシナリオ、イベントの追加、マップやダンジョンの拡張が行われている。データの流用はなく、すべて組み直されている。発売日には、 渋谷の野外モニター3面を用いて、スペシャル映像を公開するなど、大々的なプロモーションを行った。オープニングテーマには新たに、コキアの、ニューデー、ニューライフが採用された。このほか料理システムがアイテムとしての存在ではなく、従来作と同じ料理したものをその場で食べるという、システムに変更されている。また、敵を倒していくことで商品を得られる、闘技場。 ステータスやキャラクターの見た目が変化する、称号が追加されている。テールズオブイノセンス R スペシャルドラマチックアプリ、ダウンロードカード。PS ビータで使用できる、ガジェットアプリのコードが記載されている。この他、一人者から、イノセンス R のアンソロジーコミックが一貫刊行されている。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。テールズオブイノセンス R に関するカテゴリー。 ありがとうございます。